お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、もう環境が、変わりまして、いろいろですね、もう大変ですね。ヒールが一コスになったり、あとなんだろう、スパーキーの強化だったりで、いろいろありので、まあね、とりあえずアップデート後なんで、おすすめのデッキを紹介していきたいなと思います。てなわけで、今回はこちらです。はい。僕は、ジャイスパですね。もうスパーキーが、射程が伸びたんですよね。射程が 0.5 伸びたから、もうめちゃくちゃ強い。普通に強くて、結構グラチャレも意外と増えた感じがしますね。で、結構、ゴブジャイかな？ゴブジャイスパーキーが多くて、まあゴブジャイもなんか強化されたんでね。ゴブジャイスパーキーが多いんですけど、僕は結構なんかジャイ派。ジャイの方が結構タワー殴ってくれるし、まあコストも5なんでね、僕はジャイスパーを使ってる感じですね。で、ここの、ランバーも、ゴーストだったり、ヤリゴブとか、スケムとかいろいろかもしんないんですけど、僕はランバー推し。というわけで、こちらになりますね。はい。で、もうグラチャレが今9勝なんでね、あと3戦いきたいなと思います。でも、あれです。前シーズンのこと言いたくて、ちょうどシーズン終わったバックで、シーズンフィニッシュが7080だったんですけど、最多がね、7100まで、その7000到達動画は出したんですけど、前回ね。ですけど、7100までね、行くことができて、こんな7125ですね、ベスト。僕、最多を久しぶりにね、更新できたんですが、良かったなと思ってます。はい。最後は、ババゴア三重士のホバリングのフリーズ型ですね。ファイボとかだったんですけど、ババゴア三種フリーズで71まで行きましたね。はい。ってなわけで、でもそれもね、ちょっと環境変わったんで、どうなるかわかんないですけど、スパーキーが増えられると、結構、ババコヤも苦しいんでね、どうかなとはありますね。しかもババコヤも下方を受けたんですよね。はい。でなわけでよろしく。よいしょ。でなわけであれですね、12勝したい。あと3勝で、なんかあれですよ、スパーキーがそう情報を受けたからのもあると思うんですけど、ペッカ工場のテンプレ型、結構ずーっと見るやつですね。ユーノゴーストのガゴ、エレキのやつがめちゃくちゃ増えてる。なんか、ペック工場率がすごい高くて、結構スパーキー、メタではありますよね。そのデッキが。意外ときつい。でもそれ以外とかだと結構余裕なんですけど、よいしょ。あえてウッドだったから多分ザップないと思うんですよね。僕的に。OK。で、このメガゴで受けるかな。吹き矢の放置が結構無視したいんですけど、ダメージが痛すぎてなかなか無視できるダメージじゃないんですよね。なんで防衛していきます。で、今回の相手のデッキが、あれですね。結構ずっと見てる。ずっと何シーズン？ここ最近あった迫撃ディガーのウッドファイボか。ウッドだったからウッドファイボですね。ロリババじゃなくてウッド。そう、ロリババもなんか下方受けたんですよ。なんだったかな？なんか下方受けた。これやばい、突進受けたくない。あ、受けるか。まあいいや。ロリババは出てくるのが遅くなったんですかね。なんか、バーバリアが生まれてくるのかかな。まあ、そんな変わんないと思うんですけど。よいしょ。で、これは、どう突破するかなんですよね。相手がもしかしたらロケットかもしれないから、後ろスパーキーがすごい怖いんですけど。よいしょ。ファイバーもロケットもまだ見えてないんでね。これはザップ打って、止めて、挟んで、カウンター。オッケー。待って！そのプリンスは違う。そのプリンスは違う。今のはずるいですね、ちょいと。することないから、スパーキー後ろでいいや。そしたら逆サイに、来るよねっていう話。
で、まあ、ちょい許容して攻める、攻めるんだけど、ガゴムレ？コウモリ？いや、ロケット？オッケー。いや、これ突破できる。オッケー。残ってる。で、この吹き矢ファイブル飛ばして、オッケー。もうランバーが強い。強い。もう一発。なかなかですね、今相手打って、プリンスがきつい。プリンスがきつい。うわー、うまい。けど、あれ結構攻めすぎ。いや、ディガー5がやばいかな。ディガー5がやばい。これ一発で多分持っていきたいですね。ワンチャン持っていける。てかワンチャン、あ、今5攻めで使ったし。オッケー、フチッと。フチッと。フチッと。これザップって買っとくね。おじいじ。相手攻めすぎですね。ま、最後のスパーキーで決めるのはなかなか気持ちいいですね。危ない。負けるとこだった。よいしょ。なんだろうな。そう。ああ、これあれだ。サンドボックスのプロの方だったね。韓国のサンドボックスの新中さんだ。この人は、ペッカスケラとか、なんか、ジャイスケラとか、なんか、なんちゃらスケラとか、ちょっと変わった、変なスケラデッキを使う人ですね。変なスケラデッキ。はい。なんで、怖いですね。ちょいジャイとか出して、ペッカやられて。バーキーみたいな怖いですけど、まあ、そう、何を言おうとしたんだ。そう、聞いてほしい。あのヒールが1コスになったんですけど、使ったんですけど個人的にあれっていうあれっていう、なんかもう全然回復しなくて、もう回復量が鬼少ないんですよ。まあ1コスなんですよ。1コスだから、まあそりゃね、前みたいに回復してたらぶっ壊れになっちゃうんですけど、なんかあれっていう、こんだけみたいな、全然回復しないやんっていうので、なんかね、個人的にあれっていう、なんかちょっと微妙な感じがちょっとしちゃってるんですよね。なんか、あ、やばい、あ、やばい。そのヒールがね、意外となんか情報されたされたんですけど、なんか個人的にそんなされた感がないと言いますか。待って、相手のデッキはなんかすごいデッキ。一体はライドラマジア茶の、なんだこれ、なんだっけ、新カード覚えてないや。なんだったっけ、マジでわかんないの墓石。また新しいデッキですね。多分スパーキーが流行る用のライドラで、強化されたマジア茶と、まあ、あとスパーキー用の墓石、まあ、とりあえず墓石か。おー、なるほどね。そう、ヒールが急にコロコロ変わるんだけど、ヒールがマジであれっていう、なんか、ちょっと使って一生思ったのが弱くねってなんか思っちゃいましたね。なんか、やばそう、なんか情報されたんすけど、なんか個人的になんかそういう微妙な感じがしちゃいましたね。いや、めちゃくちゃライドライン名してきますね、この人。もう一回ケツスパでやるっすけど、やばいな、あのライドラが鬼しんどい。マジアちゃんも多いから結構ファイブにしてるんすけど、これ、まあ、対マジアチェ用なんですけど、こう横にしてターゲット変えて、ずるい。いや、いいターゲットが。あ、やばい、2体出てきた。変なドラゴン2体出てきた。オッケー。いや、死んで。オッケー、スパキやば。優秀。これ、ライドラとマジアチェ2体。やばい。これ突進。うわー、うまいフリーズ。終わった臭いけど、ワンチャン。ライドラ来るとは無理。いや、いいよ。あるある。あ、いやー。これは無理だな。突破できないな。墓石ライドラがやばい。
これでやばい。やばい。めちゃくちゃ相手だけ強いんだけど。やるな。グッドゲーム。いやー、待って。あと2勝。あと2勝が遠い。あと2勝が遠い。相手だけパクロックかな、これ。パクロックかな、これ。ね。すごいデッキ。しかも回転が早めで、結構いいデッキですね。よいしょ。あ、そう。また話戻る。ヒールがなんかね、ヒールがまたそれかよ、みたいな。ヒールが、マジで、なんか個人的に前の方が良かった感がすごいありますね。前の方が良かった感。1コスで何回も使える回転で、ね、結構いいのはあるんですけど、おーい、マジかい！いいのあるんですけど、意外と使ってるとね、そんなだったんですよね。まあ、使い方ですね。むずいですね。と、ここで、あれですね。またまたプロ連チャンの、しゅんくんですね。ゲームイズ所属のしゅんくんでございます。よろしく。しゅんくんもなんかゴブジャイスパーキーみたいなの使ってたんですよね。よいしょ。ちょっとギャング。ザップ？怖いな。まあ、何かわかんないから。キツメガゴで、様子見て。なんだこれ。ロリババザップだ。サンスペ？お、いいよ。これはいい。ザップ打った。フリーズとか来そうだけど。あ。これザップで、たけりせ、お、いいザップやね。で、まあ。相手、インドラロリババ、ファイボロリババザップだ。なんだこれ。なんだこれ。なんのデッキだろう。まあ。こっからですね。メガゴ咲いて、ババコヤだ。ババコヤだけど、これなんですよ。もうババコヤメタであるんですよね。こいつが。まあ、ロケットとかさすがにないと思うんですね。ファイボロリババザップだから。でも、メガゴ咲いちゃったんで、このインドラが、ちょい厄介ですね。ザップ回ってない。サイクル的に。回ってない。やば。でもこれ、多分結構コストきつくね。これ入る。おう、そう、あれが入っちゃうんですよね。あれがというか、普通に。ああ。ちょっと、長いから、リーチが。射程か。まあ、射程が。これあれですね。しゅんくんのオリジナルババコアデッキだ。バーバリアン、ババコア、インドラガゴムで、ちょい厄介ですね。古城ババ。これ逆性ランバー流しといて OK。これロリババ来るかな。これ5打つか。ああ、メガゴなんで殴んない君。オッケー、ババコが殴ったからいいや。許す。ね、右無視で左側警戒で、スパーキーはババコに合わせたいんですよね。ああ、このメガゴもったいない。まあいいや。まあいいや。で、古城ババはいい。ガゴ群れに5は絶対で、これは許容して、OK。ここですね。で、ガゴブレに対しては、5打つ、OK。で、メガゴ追加。あ、待って、ミスった。なんで？で、今、あれ使った。でも、ザップあるのか。ザップ使ったらコウモリ。いや、いらないか。これザップボーイか。いや、入る。うわー、入んない。あ、待って、ミスった。やばい、待って。やめて。危ない。これやりゴブドコウモリで。ああ、うまいザップ。ここは、オッケー、いらないか。ふぅー。一回落ち着いて、勝てる、全然勝てる。これ相性いいと思うんですけどね。
スパーキー、インドラに対してメガゴとコウモリでしっかり処理したいんですけど、この間なメガゴで右側にワンチャンバーバリアンとか来そうなんだけど、あーセパか、セパがだるいっすね。これでもババカ殴る。あーやば、やばい、足前バーバリアンやばい。まあ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 、頑張る頑張る頑張る。やばい、待って、スパーキー逆にいった。それは違くね。いやーこれきついな、全然通らない、全然通らない。あ、うまい、やばい、待って待って、やばいやばい、ターゲット変わって、やばいやばい、待って待って待って、負ける負ける、うまくない。でこれ攻めてもあれなんすよね、ファイブザップ。あー多いな防衛カード、やばい、ワンチャン引き分けのみ、引き分けでもいい、引き分けでもいいけど絶対左になってくるから、ごめん、 OK。 あー待って、勝てなかった、勝てて、勝ちたかった、勝ちたかった。いやーグッドゲームだな、まさかの動画中にプロ2連戦って、やばいな、やばいな、やばいでしょ、普通にやばいでしょ。いやー勝ちたかったなーと思いつつ、いきますか。ちょい、あーこの人やばい、待って、この人やばいんですよマジで。ごめんね、知ってる人はこれ、あれロイホグかホグのプリンセスミニペイギャングコウモリの、マジでこれ知ってる人少ないと思うんですけど、マジであのグラチャレの有名人グラチャレ有名人みたいな人で、あのなんだろうな、なんかサイトがあるんですよね、グラチャレで最近誰が12勝したとか、そういうのが見えるサイトがあるんですけど、もう常にトップにいるというか常にランキングに乗ってるすごい人なんですよね、この人やばい。このミニペこのホグがめちゃくちゃうまいんですよ、この人永遠にこのデッキ使ってる、知ってる人ですね。もう普通にマルチで言う、誰だろう、もうみかんさん並み、マルチ、あーマルチだったら誰だろう、普通に日本人で言う、まあ、みかんさんとか、まあ、ケンツメシとか、まあ、それぐらい、まあ、グラチャレの世界の有名人ですねフェルナンド・ヤウか言うかわかんないですけど、フェルナンドさんだ、ファイボなんだよな、でもファイボなんだよこの人、だから相手はスパーキーがしんどいんだけど、言うてね、やばいんですよ。でも、ザップじゃないから、ウッドだから、相手からしたらこのスパーキーが止めれない。いやー、痛いな。なんか左めっちゃダメージ受けてんだけど。まあ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 、まあ。これランバーで攻めるだけで多分、アイゴレミニペイ。あー、なるほど。あーなるほど、なるほどね、もう手慣れてますねスパーキーの処理が。やばいマジでプロじゃないけどこの人多分、いやわかんない、プロなのかな、もうプロレベルの人だから、プロ3人みたいに来た連続で。スパーキーこっち置いて、左はもう大丈夫。あーやば、これで、え？やば、スパーキーを2周5で壊すんだ、この人。そういう考え。だよね、絶対そうだよね。絶対そうだよね。やば、待って。いやー、やばい。押されてる。まあ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 まだ耐えてる、まだ耐えてんだけど、苦しい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 、待って最悪だ、全然勝てない、やめて、
俺の12勝阻まないで。早いな、サイクルが早いんですよね。スパーキーは捨てる。ああ、コウモリ打ったところでスパーキー届かないから。おや？なんでだ？違う。やばい。やばい。そう、何度も言う。ま、もう一回戻るかもしんないけど。あ、もういいか。ヒールなんか個人的に微妙だった。まあまた、どうせ、使うけど。使っては見るけど。これやばい。やばい。いや、待って。めちゃくちゃ上手くね。なんかアホみたいに上手いんだけど。いや、ワンチャンスパーキーが奇跡的に2発ぐらい殴る。大丈夫。あー、マジかよ。結構いいのにこのデッキね。もうダメやん。終わっちゃったよ。これはもうすごい。マッチングがすごかった。これね、やばい。ここの3人はすごい。本当にすごい人たちなんでね。まあ、しゃあないっすね。っていうことで、ジャイスパですね。まあ、ゴブジャイでも別に何でもいいと思うんですけど、こっちは。結構でも自分はこの方を、はい、おすすめしますね。はい。ということで、今回は負けちゃったんですけど、12勝したかったんですけど、負けちゃったんですけど、まあ、終わりにしたいと思います。よければね、チャンネル登録と高評価の方お願いします。お疲れ様でした。